モンマス城は、ウェールズ南東モンマスシャーの主婦モンマスの町にある城。これは、第一級文化財指定建造物かつ、指定記念物である。モンマス城は、町の中心近くに立ち、商店、広場、街路の奥、モノウを見下ろす丘の上にある。かつては重要な国境警備の城であり、ヘンリー五世生誕の地となり、イングランド内戦の時には三度持ち主が変わったが、 内戦後は二度と軍事利用できないよう破却された。1647年に一部が壊されたものの、建物は再利用され、グレートカッスルハウスが建てられた。これは現在、モンマス社王立公兵連隊の本部及び連隊博物館となっている。ノルマイコンクエストの直後、ウィリアム一世はその最も信頼する相談相手だった、ヒューダブランシュ、ロジャード、モンゴメリー、 ウィリアム・フィッツ・オズベルンを各々のチェスター伯爵、シュルーズベリー、ヘレフォードに伯爵として封じた。これらの伯爵領は国境を守り、ノルマン人のウェールズ侵略に対抗する基盤となった。その後4世紀にわたり、ノルマン人の君主たちはディガワとセバーン川の間及びそれ、異性に害して狭い領地しか得られなかった。ノルマンディや、 その他の地域からウェールズに侵略してきて、要塞を作り味方に土地を安堵する軍隊もあった。ウィリアム・フィッツ・オズベルンは1066年から1069年の間にモンマス城を建てた。これは彼のもう一つの主城であるチェプスト城と対をなすものであり、モノウカワとワイカーの合流圏を見下ろす比較的高い場所が選ばれた。当初は土と木材、 もともと、モンマス城は、ウェールズ・イングランド間の非常に典型的な国境城塞であり、国境領主によって治められた。それは、隣のグロスモント城、スケンフリス城、ホワイト城、アバーガベニー城。木造の城は、1150年以前に、石造り部分を加えられた。モンマス城の塔は、フィッツ・オズベルンが、 はるか南のワイカワ河口に建てたもう一つの要塞であるチェプストー城と似たところがあった。モンマス城はシモンド・モンホールが短期間所有した後、1267年にランカスター伯爵であり、ヘンリー3世の息子のエドマンド・クラウチバックの手に渡った。彼は城を改修し、ホールを建て、その地域における主な居城とした。城は、 ヘンリー・オブ・グロスモントによっても改修された。この時期、グレートタワーの壁面上部に大きな装飾窓がしつらえられ、新しい屋根も付けられた。城の周囲で町が発展するにつれ、市壁及び13世紀末建造の防災化された物橋によって、城の防備はさらに強化された。エドワード2世は短期間ここで遊兵されたことがあり、その後バークレー城に移送され、 そこで没した。ヘンリー4世は、好んでこの城で過ごした。1387年、ヘンリー4世の最初の妻であるメアリードブーンが、ここで、後のヘンリー5世を生んでいる。10年にわたる応援グリンデュアの反乱における、騒乱と衝突は、モンマス城に、直接の影響を及ぼさなかった。というのも、モンマス城はこの地域における要塞であり、 詰まるところのゲリラ兵たちにとって、予想をターゲットにした方が、手っ取り早かったのだ。しかしこの地域の他の町、集落、城は、直接攻撃を受けている。例えばグロスモントやアバーガベニーは壊滅し、クリッカホーウェルやニューポート城も攻略されている。1904年時点での城の見取り図何世紀かすぎ。 防災としての役割が縮小するにつれ、城の外壁の周囲はますます交易の場として使われるようになった。これが現在のアジンコートスクエアにあたる。16世紀の間、モンマスは新しく定められたモンマスシャーの主婦となり、カウンティの巡回裁判所が城のグレートホールで開かれるようになった。イングランド内戦の動乱の間、モンマス城は持ち主が3回変わり、 1645年に議会派の手に落ちた。オリバー・クロムウェルは1646年にこの城を訪れ軍事的に再利用できないよう破却を命じた。遠投は1647年3月30日に取り壊しが行われ崩れ落ちた。グレート・カッスル・ハウスは遠投が元あった場所に初代暴報と公爵ヘンリー・サマセットが1673年に 建てたものである。これは第一級文化財指定建造物であり、内と外に三千とした意見を示す建物と表されている。後にこれは巡回裁判所として使われた。グレートタワーやホールを含めた城、壁は断片的にしかもう残っておらず、跡地にはカッスルハウスとグレートハウスが建てられている。1875年に、 民兵部隊のモンマスシャー王立公兵連隊がここを本部とし、現在もそうなっている。ここは軍隊が常駐する数少ないイギリスの城の一つである。モンマスシャー王立公兵連隊博物館はグレートカッスルハウスに付随する建物にある。ここには1539年から現在までの連隊の歴史に関する展示品がある。ありがとうございます。